西博之議員。松本氏はなぜ記者会見を開いて公共の電波でテレビ出演をし続けることについて説明責任を果たさないのか。三つっこみ殺到。内容はこちら。小西議員が松本騒動に言及するも、ツッコミが殺到しているようです。では、内容を見てみましょう。小西博之、参議院議員。松本氏は、なぜ記者会見を開いて、公共の電波でテレビ出演、録画含むをし続けることについて、説明責任を果たさないのだろうか。また、報道機関でもある各テレビ局は、自らの番組に松本氏を出演させる前提として、なぜ松本氏の一連の性暴力疑惑について、松本氏を取材し、説明責任を果たす報道をしないのだろうか。この小西議員のポストに、次のようなツッコミが殺到。小野寺勝。国会議員が騒ぐ話かよ。三太郎はゲイン。こういう問題に政治家の方がコメントされるのは否定はしませんが、どうなんでしょうね。人間、スーパーマンじゃないので、大切な政治を優先されたらいかがかと思います。デコピン。なぜ、性暴力って前提で話してるのか。まだ、裁判は始まってないのに、まるで犯罪者のように言うことって、あなたの得意な法律では許されることなの。法律に詳しいといつも法律を持ち出してポストしたりするけど、気に入らない人だと法律を盾にかばったりすることはないのですね。山下一馬。政治家は政治家にしかできない仕事に一生懸命に取り組んでください。政治家が絡むと問題がおかしな方向に向かっちゃいますからね。ジャニーズの時のように。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。週刊誌が一方的に書いた記事について、なんで説明責任があるんですかね。週刊誌で一方的に言われてるだけなのに、なんで説明責任があると思ってるんだ。事実でないと本人が言ってるので、現段階で説明責任などあるわけないよ。どのような思考でそうなるの。録画の放送の説明責任、かっこ笑いとやらは、松本氏本人にはねえだろが、かっこ笑い。裁判するのに説明する必要なくない。何を説明させたいの。暇なの。こんなポストをしてしまう小西議員、ものすごく暇なのだと思います。次はこちら。芸能ネタにツッコミを入れるほど暇なんですか。もし会見の場で汗を拭いたり早口になるだけで、メディアは勝手な妄想を記事にするから、最も中立な裁判を説明の場に選択しただけじゃないの。会見なんかやらん方がいいよ。ジャニーズの見てほんとそう思った。報道機関が都合よく切り取るからでしょうね。記者会見を行えば、おそらくマスコミにいいように切り取られ、マスコミの餌食になるだけです。ジャニーズもひどい目に遭ってましたからね。次はこちら。説明責任はないよ。事実ではないと本人は実際提訴してる。ゴシップ誌の報道がまるで警察発表のような扱いするから、ゴシップ誌が図に乗る。週刊誌に載ったぐらいで記者会見して説明せないかんのかい。週刊誌は正確な事実だけを報道すると思うのはちょっと行き過ぎじゃないかな。週刊誌の芸能ネタについてあーだこーだと投稿を繰り返す国会議員の姿を目にする有権者の失望感。議員様が懐疑的なネタのゴシップ持って騒いでるのってとても惨めだね。わら、炎上商法の人にまで成り下がった様子。仕事しろ。なぜ週刊誌の報道がまるで事実かのように扱われているのかがずっと疑問です。最後はこちら。人には説明責任を求めるくせに自身の疑惑は全て知らんぷり。そういうの卑怯者って言うんだって、ばあちゃんが言ってた、かっこ笑い。君が説明責任を問う。説明責任を果たすことのない人がなんか言ってる。お、圧力。報道への圧力。前もやってましたっけ。あなたの総務省の件はどうなったんですか。また、記者会見の恫喝とも思えるものに対する対応はどうなんですか。
自分の説明責任を果たさない限りずっと言われ続けるけど、やらないの。これを書いた説明責任果たせ。相変わらずのブーメラン。呆れます。結論。週刊文春の報道を受け、松本人志氏は事実無根だと主張しています。そして、これから裁判が始まり、週刊文春と松本氏のどちらが正しいのかは、裁判が終わるまで誰にもわかりません。それなのにもかかわらず、なぜか小西議員は、週刊文春の記事内容があたかも事実かのように捉え、松本氏に記者会見を求める始末。本当におかしな話ですよ。それに、松本氏が記者会見を行えば、マスコミの餌食になることくらい想像できないのでしょうか。小西議員は国会議員なのですから、もっと想像力を働かせてくださいよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。